ジョン・ラスキン、ジョン・ラスキンは、19世紀、イギリス・ヴィクトリア時代を代表する、評論家、美術評論家である。同時に、芸術家のパトロンであり、設計製図や水彩画をこなし、社会思想家であり、特殊家であった、ターナーやラファエル全パと交友を持ち、近代画家論を表した。また、中世のゴシック美術を賛美する、建築の七刀、ベニスの石などを執筆した。 富裕な武道主商人の一人っ子としてロンドンに生まれ育った。両親はいとこ同士であり、母親の実家は宿付きの居酒屋を経営していた。母親が非常に熱心な福音派の信者であったため、幼い頃から聖書の暗記を命じられるなど、学校には行かずに両親と家庭教師によって宗教色の強い教育を受けた。そのため、友人もなく、 子供らしい遊びもしなかったが、家族でヨーロッパをしばしば旅したことで、自然に親しみ、動植物や風景を観察し、スケッチする習慣を身につけた。オックスフォード大学のクライストチャーチ校に、工学授業料納入特別学生として、進学するが、大学になじめず病気を繰り返した。家族の結びつきは入学後も強く、母親は大学のすぐ近くに仮住まいし、週末には、 父親も合流するような過保護な生活だったが、試作に才能を発揮し、在学中に死の賞を受賞している。ターナーとの交流からその芸術を擁護するエッセイを、執筆、批評活動へ入る。上昇志向の強かった両親はラスキンが聖職者か、警官詩人になることを望んでいたが、ターナー作品をコレクションしたり、ターナーや様々な画家を自宅に招くなどして、 ラスキンの活動を支援している。代表作の近代画家論のために家族で何度もヨーロッパへ取材旅行にも出かけている。1848年にエフィ・グレーと結婚する。ラスキンは精神的、経済的スポンサーとしてラファエル全派の画家たちを支援しており、その一人、ジョン・エヴァレット・ミレイと1853年にスコットランドを旅した際、 妻エフィーとミレーが恋仲になってしまう。エフィーは夫の身体的理由によって実際の夫婦生活はなかったとして離婚を申し立て1854年に離婚に至った。エフィーは離婚後すぐにミレーと再婚し8人の子を儲けたほか、複数の絵画のモデルになっている。最初はロンドンの労働者専門学校で教鞭を取ったがオックスフォード大学の教授職に転ずる。 オックスフォードでは、ルイス・キャロルと親しくなり、キャロルによって写真を撮影されている。不思議の国のアリスのモデルであるアリス・リデルの美術の家庭教師もしていた。オックスフォードのラスキン・カレッジは、彼の名にちなんでいる。父の死後、財産の相続を受けたが、社会主義者としての心情からその多くを投げ打って、複数の慈善事業を行った。ラスキンは1858年から、 ある裕福なアイルランド人家庭の子供たちに美術を教えていたが、その中の一人、9歳のローズに魅了される。ローズが18歳まで家庭教師を続けたが、彼女が16歳になると何度も結婚を申し込んだ。しかし、宗教が違うことを理由に断られる。1875年にローズが27歳で休止したことが伝えられると、ラスキンは、 精神的に強いダメージを受け、しばしば発作に見舞われるようになった。亡くなったローズと会話するために、スピリチュアリズムの研究も始めた。1878年、ホイッスラーの作品を酷評したことが原因で、名誉毀損で、ホイッスラーから訴えられ、法廷闘争に巻き込まれる。ラスキンは敗北したものの、精神的な病からのものとして、賠償金はわずか一ファージングだった。 ただし、この敗北によってラスキンは名を落とし、さらには、精神活動の低下を促した可能性もある。晩年は、湖水地方の湖岸のブラントウッドに居宅を構え、定期的な文化講義を行ったり、文化財保護運動、ナショナルトラストの創設などに関わった。ラスキンの美術に関する考えは、一言で言えば、自然をありのままに再現すべきだということであった。 この思想の根幹には、神の創造物である自然に完全さを見出すという信仰があった。また、ターナーの描いたラフ画をイメージを壊すという理由ですべて焼却処分してしまっている。ラスキンには水彩、最も美しい芸術との言葉もあり、水彩画の作品を残している。水彩をこよなく愛していたことを伺わせる。戦前の観光版ラスキンは、 ビクトリア朝からエドワード朝にかけ、社会に美術批評の枠を超えた大きな影響力を持った。ラファエル全般やウィリアム・モリスらの芸術館もラスキンの影響を抜きには語れない。ありがとうございます。